皆さんこんにちは、ニョロと申します。 DJ をやっています。今回は私の一日をご紹介します。渋谷 FM の毎週日曜日4時からプレイグラウンドという番組を女性 DJ4 人でやっております。ここはレコード屋のジャジースポットです。今日は、これアジムスのセオカリシュミックスなんですけれども、最後の1枚でした。ラッキー。私は今日ここにいるリンコとリク、リノ、3人の子育てをしています。ここタイムアウトカフェで月1回プレイグラウンドというイベントをやっています。もちろん夜中の DJ もやっているんですけれども、今日みたいにサンデーアフタヌーンに子供を連れてきて、音量も子供の耳にも優しくっていうような場所も提供しています。子育てはすごく大変なんですけど、楽しいこともたくさんあって、仕事も全く同じで、 DJ にしろ音楽の仕事にしろ、本当に子育てと一緒で何でも勉強だなっていう感じです。どれも諦めなければ両立できる。